よーし、ということで、夜の探索に行くか。頼むぜ。で、ここから夜の探索に行くことができるみたい。で、このパピヨンって有効ですね。ようやく、救出することできたんですが、これに伴いまして、夜の探索ができると。で、光塚っていうものがあって、薬の元にあるエキスを取ってきてほしい。なるほどね。で、夜の探索に行きましょうか。で、ここで光ピクミンがゲットできるみたいですが、光ピクミンはあれか。お!夜バージョン来ました。危険度。古代アーケード前。で、ここ行こうか。だから昼のみならず、夜もこういった形でできるということですね。さあ、今作の特徴である夜探索行きましょうか。いや、初見だね。映像では見てたけど、自分でやるのは初めてやわ。ってことでやっていきましょう。そして、もしよろしければチャンネル登録と高評価。このタイミングで、お願いいたします。さあ、古代アーケード前危険度が1。だから昼だけじゃなくて夜もなんかクリアしていくみたいな感じでしょうか。あれ、これもしかすると夜しかゲットできない。なんかその、なんだろうね。アイデアみたいなものもあるのかな。全然雰囲気違うな。さあ、日だまりの庭に帰ってきた。出てくる敵ももちろん異なってくると。さあ、夜行性のチャッピーとかは、やはり徘徊をしております。光塚ありますね。これあれか、夜の探索やともしかして光ピクミンしか使えないとか、そういったノリ?お、やってきました。光塚。ヘイロン?ああ、了解了解了解。おい、来ましたね。おお、光ピクミン来ました。さあ、この光ピクミンが今回の夜の探索における主人公となっております。うわ、めっちゃおるな。で、こいつで迎撃をしていくって感じか。だからまあ探索というか迎撃戦みたいな感じか。光塚を守りましょう。光ペレット。光ピクミンを増やすことができると、栄養分になっていると。オーケー。いいぜ。あ、操作性とかは普通っすね。はい、はい、はい、はい。こいつをゲットしまして、そっちにもおるな。あ、了解、了解、了解。はい、はい、はい。お、増えとるな。順調に増えておりますね。これ、遠征しても大丈夫?インプーロー。おお、何?トゥンクレ?なるほど、そういうことか。で、こいつを迎撃しろってことだな。ビューロ。これで?光塚の妖体。コッペ。ゲット。あ、了解了解了解。とりあえずこいつを破壊して。あ、消滅したね。なるほどな。だからこれオフェンスだけやってるだけじゃダメってこと?
ここクリアできている。よいしょよいしょ。こんな感じなんだね。おとり塚が襲われている。あ、ほんまや。なるほどな。あー、そういうことか。よいしょよいしょ。なかなか鬼畜やな。うわ、いっぱいおるな。あー、こっちは無理なんか。なるほど。どうする。こいつを通して、よいしょ。多分これで OK なはずで、一旦撤退でいいんじゃない。チャッピーおるな。おとり塚壊された。とりあえず本体の方に行きましょうか。オッチンと連携する。なるほど、了解。わかりました。よし、これで OK で、でオッチンも何体か連れていると。もう少しで夜が明ける。余裕じゃない。だからある程度増やして、あとはもうディフェンスみたいな感じ。うわ、めっちゃいる。めっちゃおるやん。なるほど。だからできるだけ前線で戦った方がいいけど、うわー、ちょっと待って、結構きついかもしんない。うわー、待って。うわー、空スピード速い。なるほど、これコツが必要ですね。まあ守ることはできた、よかった。こういう感じなんだ。一旦本体を守ることできた。これで OK。おお、スライムみたいな。光塚のエキス、光の蜜。ああ、了解。でこの光ピクミンたちはどうなんの。あ、ああ、これで OK か。なんか部分的にプロローグみたいな感じやな。そしてロードが長いと。このゲームロードが地味に長いよな。さあ、やってきた、帰ってきました。落ちの強化もしとかないといけないな。よし、帰ってきたぜお前ら。帰ってきました。危険度1だからな、大したことなかったね。おお、 OKOKOK。 これどうなんの。あ、治療したら、ああ、そういうことか。はいはいはい、治療することができるということか。だから夜探索もしていかないといけないんだね。
あ、OK ですね。OK ですね。さあ、こんな感じか。なるほど。生き返らせることができるというか、どちらにせよ夜探索していかないといけないってことだな。帰ってきました。で、治療ができるのか。おお、なるほどね。こんな感じで復活するってことか。復活しました。OK。ということで、今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、ぜひぜひ忘れずによろしくお願いいたします。ではまた。